こんにちは、DI ディレクターのみくです。はい、こんにちは、DI 上野村店長のたくまでございます。はい、さて、本日は本日は質問コーナーでございます。久々ですね。久々ですね。はい、こちらの質問コーナーですね、 YouTube の方に質問、はい、コーナーのコメントで質問をいただきまして、そちらのコメントに、はい、ご返答していくような企画でございます。はい、なのでまた新たにですね、質問がございました場合は、はい、こちらのですね、動画にコメントをいただければ、また次回の機会でお答えさせていただければなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ一つ目です、お二人がメガネ屋さんになった理由を知りたい。理由ですね。はい、はい、まあ、理由というと、まずメガネ屋さんになろうと思ってこの職業になったわけじゃないんですよ。はい、実は私、もともと前職がアウトドアショップのスタッフだったので、ただそこがちょっと運が悪いことに、なくなるっていう、閉店するということで、うちのオーナーが当店のお客様だったんですよね。で、そこでちょっとお誘いいただいて、全くその未経験のところから、メガネ屋さんスタートしたっていうところなんですよ。はい、そういった理由でございます。私が入った理由は、僕は前職別のメガネ店に、いたんですけれども、ファッションとか好きで、なんかお洋服屋さんとかも考えたんですけど、なんかメガネがすごいものとして、その時ちょうど惹かれてて、なんかちょうどメガネ屋さんちょっとやってみようかなと思って、まだ前職のお店に勤めたんですけれども、そうしてるとですね、だんだんこう欲が出て、よりこうなんて言いますか、こだわったデザインのものだったりをこうやっぱりこう身近に感じて、やっぱ仕事にしたいなっていうところで、今のこの職場、ちょうどその募集がかかってて、でもともとですね、僕もお店を利用したことがある、お客さん側の立場の人間だったので、最初に買ったブランド何でしたっけ？は、タートピカルアネロの JD55 の、もうそのイメージがまだ未だにありますね。はい、映画が好きでですね、もう本当にジェームス・ディーンさんがかけたメガネっていうのをもう目的に、本当に一度お世話になってということで、その時にちょうど取締役の松岡が接客をしてくれたんですけど、すごい素敵な接客だなと、ちょっと憧れを抱きまして、でお話伺っていると高校も大学も一緒だったんですよ。へー、松岡さんがすごいですね。なんでもうここでこうお世話になろうと思って、こう募集したところ、よくですね、拾っていただけてで、メガネ屋さんを今続けているような経緯でございます。はい、続いての質問でございます。はい、恋人にかけてほしいメガネとその理由を教えてください。うわー、難しい。ちょっと先に、はい、いいですか。恋人にかけてほしい、難しいな。うわ、難しいな。意外と、僕がかけてるブランドのものをかけてほしいっていう可愛い一面がありました。ちょっとごめんね、笑う、はい、なるほど。いや、モデルとか全然なんか全く同じモデルでお揃いとかは、ペアルックとかしたい、ペアルックしたい派なんですよ。なるほど。でもなんか気づくか気づかないかぐらいとか、なんか洋服は無理なんですけど、小物とか、靴とか、帽子とか、あとアクセサリーとか、なのでメガネとかも同じ形じゃなくていいんですけど、なんかブランド揃えたいなみたいな願望はあるので、僕は今よくかけるブランドだったり7285だったり、好きなブランド、僕が好きなブランドを一緒にかけたいなと。形はもうお顔に合えば、はい、なるほど、っていう感じです。ちょっとタクの可愛い一面が、はい、出てきましたけれども、そうですね、私は、でも私も7285かもしれないです。なるほどです。なんでかっていうと、カジュアルと、ちょっと知的さと、割と兼ね備えているフレームが多かったりするので、なので、本人が好きなのをかけてくれれば一番なんですが、要望としては、ちょっととっつきやすさもあり知的さもあり、両方欲しいかなって思います。ただ最近ですね、私BTS の、ファンなんですけれども、その中のそうが IC ベルリンかな
かけてたんです、メンバーが。はい、アイシビルにかけてたんですか、ね、多分、はい、肉調べなんで合ってないかもしれないんですけど、はいはい、なんか髪の毛がこう明るかったりあのそのダンスが上手い方が知的なメガネとギャップがあるものをかけてたりするとやっぱすっごいかっこいいんだなっていうのがやっぱり思ったので、はい、ギャップがあるのもいいなっていうふうに思っている今日この頃でございます。では続いての質問です。お二人がメガネを買われて失敗しちゃったなという失敗談があれば教えてください。なるほど。失敗っていう失敗は、はい、私はあんまりないんですよ、はい、まあ、これが失敗になるのか分かんないんですけれども、はい、買って奮発して買ったものが1週間後に紛失しちゃったことがあるなるほど。いや本当になんですよ、はい、ただもうめっちゃもう涙ちょちょぎれる感じで、はい、もう駐車場とかも行ったところこう巡ったら、はい、奮発してますからね。見つかったの。あ、見つかりました。駐車場の、はい、置いておりました。あの縁石の上に多分見つけた方が丁寧な方が、はい、丁寧な方に拾われておりました、はい、お、よかったですね。よかったです。僕はですね、僕もあのメガネ買って買わなければよかったなみたいな失敗は全くもうないと思うんですけれども、うんうん、まあ、気に入ったメガネを同窓会にかけていってジョン・レノンみたいだねって言って女の子からチョケられた時はちょっと怒りそうになって本気でちょっと怒りそうになってお前みたいになってちょっと雰囲気悪くしちゃったことが1回だけあります。あ、そんな場面もあるんだ。ある、あります。普段温厚なのにね。ありますよ、ちょっと。しかもちょうどあのまだあのYouTube 始める前で一番ロン毛の時代入社してあったんですけ ど、はい、その時にメタルのフレームをかけていったら、うんうん、ジョン・レノンみたいだねと。まあ今タフになりましたからね。そうそう、心も心もねタフになったんで、はい、まあ、そういったエピソードもありますね、はいはい。では続いての質問です。お二人が買ったメガネで一番高かったメガネのメーカーと価格を知りたいです。あ、もうこれはもうクロムハーツじゃないでしょうか。はい、クロムハーツ、はい、一緒です。だいたい16万ぐらいしたかなと思うんですが、はい、中村獅童さんとたまたま一緒だったんです、はい、なるほど、はい、なのでわあ、やっぱりいいのかけてらっしゃるなっていう感じで思った、はい、印象です ね、 ですね。僕もクロムハーツ、まあ、一緒なんですけど、まあ、価格も一緒ぐらいですね、はい、16万円ぐらいだったんですけども、うん、僕は珍しく、はい、あの丸眼鏡を買った時、そうだ、唯一の丸メガネです、あれが、はい、すごい惹かれたんですよ、その時。なんか珍しく、うん、かっこよかったですよね。めちゃくちゃかっこよくて、ブラジルっていうモデルで、そうそう、ブラジルっていうモデルを買わせていただきました。しかも金縁で僕は、うんうんうん、はい、チョイスしたので、まあ、そちらがあの二人ですね、はい、高額なメガネになっております。はい、私はパンティ風です。はい、はい、はい、では続いての質問でございます。はい、社会人1年目、うんうん、初めておしゃれなドイツ製の BYWP というブランドのメガネを購入しました。かなり軽量でとてもスタイリッシュなものでしたが、出勤の際強風が吹き荒れるビル風を通ろうと通路から顔を出した瞬間に猛烈な勢いで遥か彼方に飛んでいきました。メガネが飛んでいっちゃったそうで、というか消えていきました。ビル風が強風すぎたために創作にも行けずに、はい、裸眼で出勤した思い出があります。お二人はそういった思い出はありますかっていうことで。あるわけない。いや、ないっす、ないっす。強烈だ。いや、強烈ですよ。逆によくメガネ一本で済んだなっていう話なんですけども本当にうわーって飛んでっちゃったんでしょうね。本当にですよ。まあ、まず熊本ビルがですね、そんなに高いのが並んでないので、ビル風自体をあまり経験したことがないんですけど、じゃあちょっとやっぱ都会に行くときは、いやいや、やっぱ軽いのだったら私あのグラスホン、はい、だからグラスチェーンつけとこうかな。いやいや、本当に先ほど、うん、軽いリンドバーグを買ったとおっしゃってたんで、うん、かけるときはそうですよ。関東に行かれたからしっかり止めとかないと飛ばされる危険性ありますからね。いや本当に、なんかそんなエピソードあるんですね。いや、あるんです ね、 ね、やっぱ皆さんあのいろいろ面白いエピソードを持たれてる方もいらっしゃると思うので、うん、ぜひそういったちょっとメガネにまつわる面白いエピソードもコメント欄にお待ちしております。はい、ぜひお願いします、はい、お願いします。では本日の動画は以上でございます。こちらの動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録、あとよろしければコメントの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの最近ちょっと返せてないあの場面もあるんですけれども、はい、もうきちんと読ませていただいておりますので、はい、できればよろしくお願いします。はい、ではよろしければ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。